姫路競馬レース展望です。この時間は1月17日水曜日の展望を行ってまいります。この時間の解説は競馬ブック北野坊敦さんです。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。いよいよ姫路競馬が開幕いたしました。全部で8週間26日間にわたって行われるということで、はい、ついに来ましたね。そうですね、まあ1年ぶりですけどもね、はい、まあ早かったね来るの姫路がね意外と。そうですね、いいお天気のもと競馬が行われたそうですけれども、相変わらずといいますか内3、4頭を開けて、まあ、実際に内らしから1メートルのところは砂圧が14センチで、3メートルより外が11センチということですから。そうですね、それ、はい、ホームページ上で発表されましたけどもね、はい、その通りの馬場になってるのかなという感じですよ ね、そうですよね。やっぱりこのうち 2,3 頭開けてみんな走ってますもん ね、で直線やっぱり外側の方が伸びる、なんとなく外迷惑の馬の方がいいのかなと、そういうデータでしたよね。そうでしたね。そのような中で、2日目の開催となりますが、17日の番組をご覧いただきましょう。こちらになります。姫路競馬11レース10レース、この2つのレース展望してまいります。まずはメイン11レースのアワトントン10周年記念からです。ご覧の10頭による競争、4歳以上 A1 クラスの 1400m 戦、北野坊さん印こうなりました。本命3番サンロアノークです。前走は兵庫ゴールドトロフィー8着、スタート出遅れも響きましたか。だいぶ響きましたよね、トモ落として、で後手踏んで、でかかってですからね、まあそれがなければね、もうちょっと前の着順来てたでしょう。ひょっとしたら着ぐらいあったんじゃないのかなと、それぐらいの足は使ってましたんでね、ちょっともったいないレースはしたなという感じはしましたね。で、まあこの中間、この開幕週狙いでしっかり乗り込みましたんでね、体調はもう申し分ありません、メンバー的にもなんとかしてほしい、なんとかなるだろうと、そう思ってます。はい、井上騎手にも頑張ってもらいたいと思います。そうですね、2走前休み明けの時にね、井上君乗って2着でしたからね、あの時勝った馬がね、順調に来てた、強かったんでね、その差で負けただけなんでね、負けたけども内容はありましたんでね、ここは本当決めてほしいです。はい、そして対抗外10番のグリーンシアター、前走 A クラス相手に2着でした。とにかく堅実ですよね、A クラス入ってでもあんだけの走りするんですからね、充実してきたなという気はしますし、JR エヴァ相手にしてね、本当力つけてきたなと、そういう感じは受けてます。反応が良くなってますんでね、その効果もあるんでしょう。はい、3番で評価黒三角が8番のディサーニング、千馬9歳、この間ね中央から転入してきた馬、初戦が4着でした。そうですね、この馬ね、9歳の割には数使ってないし、休み休みの競馬ばっかりだったんでね、果たしてどうなのかなとちょっと疑ってかかってたんですけどもね、外に切り替えてからの伸びが良かったですからね、あの内容だったら近いうちにチャンスがあると、そう思います。そして同じく明け千葉救済の光栄安価に4番手評価の二重三角、前走7着でした。12頭の大外というのが響いたのかなという気はしましたね、同じレースでこのグリーンシアターとディーサーニングと一緒に走ってるんですけどもね、その馬らは内回りの競馬したんですよね、で光栄安価は外回り、その分でちょっとロス伸びきれなかったのかなというレース運びになりましたんでね、年齢的なもんもあってね、やっぱりロスなく立ち回りたい、そういう感じは受けますね。そして白三角2頭、まず1番コスモピオニール、レンガラミこそありませんが、本当堅実に上位はまとめてますね。前回久々で3着ですからね、非常にいい内容だったと思いますね。内回りの競馬をしたいんですよこの馬ね、ちょっとこの内のおぼい馬場がどうなのかなとは思うんですけども、この馬としてはいい枠入ったんでね、卒のない走りで勝負どころから外切り替える前走みたいなパターンですよね、ああいう競馬ができれば十分圏内割ってくることできますね。そしてもう一頭4番フーズサイド、前走は1870の新春賞11着、専用に戻してきました。3走前4走前内容良かったですからね、なんかこれぐらい走ってくれれば3着争いだったら十分可能性あるんですよね、ちょっと村掛けというか常識にかからないタイプなんですけどもね、気にはしていただきたいですね。なるほど、わかりました。これを踏まえてフォーカス解明です。北野坊さん、こうなりました。馬単3番の頭信頼で相手3頭ということですね、
アバトンドン10周年記念、発走予定時刻は3時55分、メイン11レースです。では一つ前の10レースも展望していただきましょう。こちら4歳以上特別 B1 クラスです。1400メートル戦、頭数9頭、印こうなりました。本命2番爽やかローズ、前走着差以上の強さ見せました。うん、前が詰まってね、かなりしんどい競馬だったんですよね。うん、前がスッと空いてたらもっと楽に勝ってたなと、そういう走りだったんでね。うん、まあうまいこと流れ乗ってくれれば前走よりも強い競馬できると、それぐらいの素質のある馬だと見てます。はい、対抗馬が3番の広重サンライズです。こちらも上位、まあ、安定勢力でありますよね。そうですよね。前走の場合はね、57キロの分でね、ちょっと伸びきれなかったのかなという感じも受けましたよね。はい、それとまあもう一絞りがしたいんでね、姫路への輸送でいくらかでも自身にとってプラスにならないかなと、そういう思いはあります。3番で評価の黒三角は9番のピースファインです。2連勝のあと前走 B1 金量増で3着でした。うん、前走の場合はね、サラキャサリンがいたでしょ。はい、でその分でやっぱり点に行けなかったんですよね。うん、で道中の反応がちょっと鈍った、やっぱりこの馬前付けしてこそという感じの馬なんでね。うん、まあ、外枠の今回は悪くても 2,3 番での競馬でしょう。そうなってきたら、また道中の反応か、うん、変わってくると思うんでね、それはまあ姉妹の伸びにもつながってくると思いますね。うん、はい、で4番で評価20三角が4番の猛将です。こちらまあ出負けが続いておりますけども、前走1230、今回また距離延長してきました。そうですね、本当スタートがあんまり良くないんですよね。うん、ただ一足は使えるんでね。うん、姫路の馬場向きなのかなという感じもちょっと受けますよね。穴っぽいですよね。うんうん、最後の印が6番のアポロダーウィンです。高知、浦和、そして孫南来て、これで3走目5着4着で姫路は初めてと。うん、そうですね。ただね、ちょっと差が開きすぎてるかなと、うん、1秒以上の差がありますんでね。はい、勝ち馬から、うん、そこが気になるんですけども、ひとまずこの馬も3着争いだったらという感じですよね。うんうん、はい、これを踏まえての北野坊さんのフォーカス解明です。馬谷のここも2番爽やかローズの頭固定ということで相手3頭となりました。はい、10レース3時20分発走予定です。で大井所属の高野正義騎手が騎乗をね、この短期騎乗しまして、本当、うん、さすらいと言いますかね、新しい順に岩手、高知、笠松、名古屋、門別あたりを ね、ずっと回ってらっしゃってね。うん、次どこ行くんですかね。ね姫路までですかね。姫路までそうですね。開催いっぱいね。そうですね。はい、はい、ということで、まあ、普段の短期騎乗よりは短めなんですけどもね、うん、その騎乗ぶりもね、はい、楽しみしたいと思います。楽しみと言いますか、喜びと言いますか、うん、NAR グランプリ2023年度代表馬2年連続で、兵庫イグナイターが選ばれたということで、やりましたね。いやー、おめでたいね。これは本当素晴らしいですよ。2年連続ですからね。まあ、ミックファイヤーもね、はい、関東で無敗の参加もいただけるということだったんですけれども、うん、まあ、年間通して JBC スプリント、はい、交流 G1 はじめ、まず G2 の埼玉杯も、そうですね、勝ちましたし、まあ、グレード2つ勝ってるんですからね。これはもう文句なしでしょう。ね、片やグレード1つですからね。うん、そうですね。それ考えてもね、うん、まあ、これは圧勝だったと思いますね。はい、敗れた南部杯2着も勝ったのレモンポップだったんで。そうなんですね。はい、この年度代表馬に加えて4歳以上最優秀牡馬、最優秀短距離馬も獲得ということで、本当におめでたいです。そして、人物部門で言いますと、吉村智弘騎手2年連続全国リーディング、最優秀勝利回数騎手賞2年連続3回目、特別賞も受賞。まあ、南関東以外のジョッキーで2連連続というのも非常に誉れ高き、ものだと思います。そして柏原雅美調教師、最優秀勝率調教師、8年ぶり4回目、これも大きいですね。いや、素晴らしいですよね。まあ、リーディング争いには最後の最後ね、敗れてしまいましたけども、うん、きっちりと NAR グランプリ獲得ということでございます。兵庫、今年も楽しみにしたいですね、これはね。そうですね。うん、木村さん、表彰式行くんでしょ。はい、行きたいと思います。一緒に行きましょう。行きますよ。はい、絶対行きますよ。はい、はい、森高木その舞台でまた取材したいと思います。はい、ということで、この時間の解説競馬ブック北野坊敦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。